どうも、空中ポイントのヘタです。ということで今日もソフトバンクとカープの試合振り返っていきたいと思います。今日も負けました。3連敗。いやー、今日負けて負け越しが決まりました。で、去年もね、オープン戦は最下位で、最下位だったんだけれども、結局シーズン終わってれば2位だったね。まあそんなに負けてはいる。3連敗はしているけれども、あまり気にしてはないですね。で、新井監督も、オープン戦は勝ち負けじゃなくて、若手がチャンスをつかむ場、そう考えているので、特に3連敗しても気にしてはいないです。というコメントを残していたんでね。まあ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 。こんなもんでしょ。まず野手陣、今日も1得点で終わったんですけど、その中でも小園ね。はい。今日は3打数の1安打。で、打率は3割3分3厘とね、もう絶好調中の小園。今日もランナー1塁の場面で、相手は左ピッチャーの大関。開幕ローテーションピッチャーから、初球入ってきた高めのスライダーしっかりと捉えてのツーベースヒットということでね。うん。まあ、小園の強みっていうのは、初球からガンガン振りに行って、しっかりとコンタクトできるっていうところなんで、その小園の強みを見せてもらった、そんな一打席でした。いや、楽しみですね。ただ、不審な選手が多い、今のカープ。まず、新外国人選手2人、打率1割2分2厘のシャイナー、そして打率1割7分台のレイノルズというね、この2人が、まだ日本のピッチャーに慣れてはいないと。で、このレイノルズに至っては今日の1打席目三振して、5打席連続三振、というね、ちょっと不名誉な記録を作ってしまって、ただその後ね、今日は犠牲フライ放って、結果を残してくれてはいるんですけど、13日の日ハム戦でホームラン打って以降、ヒット1本しか打ててないという。ということでね、なかなか厳しいね。このね、ファースト、サードの新外国人2人が結果を残してくれないとね、優勝はちょっと難しいのかなと思いますね。続いては打率0割9分1厘の野間、そして1割8分8厘の菊池、この両選手。まあ、菊池に関してはね、シーズン始まったら、まあまあそこそこ打ってくれるだろうと思うんですけど、ちょっと野間が心配だね。去年はね、チャンスにも強くて、得点圏も3割超えの野間さんだったんだけども、今年は、まだ本調子じゃないというね。2、3年前かな阪神の近本が、春全然打てなくてね。春近本とか言われてたけど、今年は、春の間になってしまうんじゃないかと。そんな不安を、今抱えてます。いや、この1番の野間がね、機能してくれないと、本当に困るね。どうしても小園、田村、秋山、この3人では、なんともならない。そんな打線なんでね。ちょっと頑張ってほしいなと思います。続いて投手陣の方。今日先発したのは、来週の土曜日に投げる予定の森下。ただ、今日は3回を投げて、フォアボール2つの5失点というね、マウンドになりました。まあ、今日は制球がばらついてたね。本人も、ヒットとかフォアボールを出した後の初球の入り、これがちょっとアバウトになってしまったっていうコメントを残していてね。まさにその通りのピッチングではありました。最初にね、初回柳田にホームラン打たれたのも、その前のバッターをフォアボールで出しての初球甘く入った、真ん中付近に入ったボールを捉えられてのホームラン。そして、続いて2回ね。ウォーカーには高めのチェンジアップを打たれてホームラン。で、さらに、ピンチの場面で周東に高めのチェンジアップを打たれてタイムリー。で、さらに今宮にも真ん中のストレートを打たれてのタイムリーというね、ところで、まあ、制球がバトルでたね。ただ、3回はね、三者凡退に抑えて。まあ、森下もね、ここ2、3年、ずっと先発、
ローテーション守ってくれてるピッチャーなんで、そんなに心配はしてないですね。はい。まあ、開幕始まったら、なんとかやってくれるでしょと。おで、続いて、床田。この床田が素晴らしく良かったね。4回からマウンドに上がった床田は、5回を投げて、被安打1の無失点というね、素晴らしいピッチングだったね。今日も、キレキレのツーシーム、そしてフォーク、そしてカーブ、スプリット、このあたりを投げ分けてね。まあ、昨日の栗と同様、相手に狙い球を絞らせない、しっかりとした打たせて取るピッチングができてましたね。はい。まあ、栗、床田、森下、大瀬良、この4人がね、しっかりと走れとなって、2桁上げてくれれば、優勝もあると思うんでね、頑張ってほしいなと思います。で、明日もホークスとのオープン戦、最終戦になります。はい。まあね、最終戦なんでね、勝っていい形で終わりたいところですね。で、明日はセリーグ準優勝の動画も上げようと思うんで、よろしくお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様でした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。